地域の魅力を広く発信しようと、松阪高校1、2年生が松阪市を PR するコマーシャル作りに挑みました。その校内選考が1月23日から27日に開かれました。コマーシャルの制作は地域への理解を深め広く魅力を発信しようと生徒からの提案により松阪市と共同で進められています。 1,2 年生640人がチームに分かれ、食、伝、遊、学の4つのテーマから1つを選び、映像や写真、イラストなどで30秒のコマーシャルを制作しました。この日の校内選考では、古今東西ゲームに合わせて松阪の名所や特産品を紹介するものや、松阪ええとこやにと方言を使った作品が登場。また松阪の有名なスイーツを取り上げた生徒は、松阪にもこんなにおいしくてかわいいスイーツがあるというのを伝えたかったと制作の意図を説明しました。校内選考では学校関係者や市職員らが審査員を務め、選ばれた上位16作品は2月9日の最終選考に進み、優秀作品は松阪市の魅力を発信するため市のホームページなどで活用されるということです。今日出すゴミ何やったかな。あ、そうだ、この時はゴミ収集カレンダーでチェックしよう。ゴミ収集カレンダーには燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、容器、袋なども収集日が色別で1年分載っています。またカレンダーは地区ごとにあるので、お住まいの地区のゴミ収集日が一目で分かるようになっています。ゴミの出す日で迷ったらゴミ収集カレンダーでチェック。お家にカレンダーがない方はご覧のところに設置しておりますのでご利用ください。松阪市で生産された木材を使って住宅を建設される方の住宅設計費に対して最高20万円を助成します。木のぬくもりを感じたいあなた、豊かな自然で育った松阪地域の木材をあなたのお住まいに使いませんか。詳しくは顔の見える松阪の家づくり推進協議会までお問い合わせください。自然の恵みをたっぷりと包み込んだ森林、松阪にはそんな豊かな森が広がります。住宅の建設をお考えの方、松阪で育った木を使って家を建てませんか。顔の見える松阪の家づくり推進協議会では、松阪材を使って家を建てる方を応援しています。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。